どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ヨシミツです。レインボーシックシージマルチプレイやっていきたいと思います。かなり久々にやる感じが個人的には、します。じゃあ、今回は何使っていこうかな。悩むね。じゃあフロスター空いてるし、フロストを使いますかね。新オペレーターも実装されてですね、フロストとバックが、実装されているので、今回はね、まあ空いてればぜひ新オペレーターの方を使っていきたいと思います。しっかり備えろ。早いね、バレるの。とりあえずこっちは守っといた方がいいな。あと5秒。待て、爆弾が敵部隊に発見された。力しか来てないか。リロードする。スモークを使う。上から行きますよ。ターゲットを感知。うお、仕掛けだ。心拍センサーの準備。ワンダウン。離れた方がいいな。3対3だ。ウェルカムマット。どこで引っかかった？下か。ウェルカムマット引っかかったけど。スキャン中。心拍センサーを使用する。敵部隊が一人残っている。ドガン。オッケー、敵部隊を排除。ミッション成功だ。よいしょ。じゃあ次バックですね。バック、新オペレーターバックを使っていきます。
なんかまあやっぱね、フロストはね、ニトラセル持っちゃダメな気がするんですよ。ウェルカムマット持ってたあんた、ニトロセルって。まあでもアーマーレベルがね2なので。ドローンが爆弾を発見した。近かった。 2なのでね、やばいやばい、バブルッ。さて地下だな、相手もね、どうやって攻めるか。一人にはね、相手がハテナだからね。なんだろう、突入まで10秒。まあ基本的にいると思って、ウェルカムマットが引いてあると思って動いていった方がいい気がするので、そうしようかな。爆弾を発見した。移動して爆弾を解除しろ。了解でーす。で今回はね、武器はマークスマンライフルなので、あまり無理せずいきたいと思いますよ。いない？頼む、先行を頼む。ダッシュして、クリアリングしていこうかな。いないね。一人上登ってたからな。怖いな。ドローン出しておこう。下にはいない。ID をロックオン。セキュリティールームだ。特殊爆薬だ。セキュリティールーム？なってるな。敵は残り一人。ナイス。敵部隊排除。ミッション完了だ。どこにいた？あ、そっち守ってたのね。素晴らしい。やべ、攻めで1キルもできなかった。無念。あー、攻めで1キルもできないのはしんどいな。伸びなかった。誰も守ってないところにマットっていうのもね、爆弾は2箇所ありますからね。爆弾を守れ。おー、なかなかやな。とりあえず爆弾を。壁は安全だ。罠を設
をつけろ。敵部隊が爆弾を見つけた。ナイス。EDD の準備完了。壁を補強したぞ。10秒前。ドアは大丈夫だ。突入まで5秒。ドアを封鎖。EDD の準備完了。爆弾が敵部隊に発見された。よし、マットをバリケード設置。来させないぜ。カメラを。また俺と全く見てる方と真逆な方来てたりして。ああ、それっぽい。あっちから来てるね。一人やられた。裏は来てないんだな。振らずに気をつけながらね。死ななかったか。根気強く待って。ちし、立てか。よし、退却。敵部隊が爆弾を見つけた。防衛しろ。OK、ワンダウン。敵部隊が一人残っている。 OK、 ラスキルいただき。ふぅ、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。なんとか完全勝利で終わることができました。まあ、ぜひ、新オペレーターもね、まあ、フロストバック、まあ、フロスト強いから、まあ、みんな使いたいと思って取り合いになると思いますが、まあ、頑張って、その取り合いにも勝って、フロスト使って、キル稼いでください。では、またね。